皆様、本日は今回ね、火を使わずにめちゃくちゃ美味しくできる濃厚冷やしごま担々うどんを作っていきたいと思います。やっていきまーす。でね、本当にね、もう今回ね、全部レンジで終わるのでめっちゃ簡単なんですけど、まずは今回のスープの部分、お汁の部分をね、作ります。まずはこちらの生クリームで、まあすっごい濃厚なのがいい方は生クリーム、さらになんか47とかなんかそこら辺のすごい濃いのもあるんですけども、まあ今回僕は35でいこうと思います。なんで、まあすごい濃いのがいい方はもうちょっとね、脂肪分の高いやつを使ってくれても大丈夫です。はい、で生クリーム、まずこれ200ですね。よいしょ、生クリームを200入れて、ここに牛乳で、まああっさり食べたい方はね、ここの牛乳の部分を豆乳とか使ってくれても大丈夫ですよ。生クリームの脂肪分をさらに下げて、かつ豆乳とかでやったらもっとよりあっさりだけど、僕はね、この濃厚な感じのが好きなんで。で、牛乳こちら300入れます。で、今回これだとだいたいね、4人分ぐらいは汁作れるので、で合わせて作る肉味噌もだいたい4人分ぐらい作れるようにします。ただまあこれ本当にね、スープとしても美味しいんですよ。だからビシソワーズ代わりにね、こんな感じでちょっと飲んでもいいし、今回一緒に作る肉味噌もご飯にもすごい合う味なので、ぜひぜひ作ってみてください。で、牛乳と生クリームを入れたら、ここに先に、じゃあこれ今回そうみのめんつゆですね、こちらを大さじ2杯入れます。これだけで本当に十分美味しいんですけれども、にプラスこちら練りごま、こちらを入れます。で、まあ、練りごまね、最初結構分離して固まったりとかもしてるので、ちょっとやる前によくほぐしてあげて、でこの練りごまを大さじ2杯入れます。じゃあ練りごま、よいしょ、はい、大さじ1で、もう大さじ1杯で、合計大さじ2杯の練りごま。で、まあこの練りごまね、今回以外にまあ普通にごま和えとか使うのもいいし、この練りごまをベースにさ、ちょっとお醤油とか足して、ごまだれベースのね、タレを作ればね、鶏肉とかとも合うので、いろいろ練りごま使い道はたくさんあります。で、ここにあとすりごまですね、練りとすりを入れます。で、すりごまはまあ適量ですね、まあ約大さじ1杯分ぐらいは入れてあげてください。全部入れ終わったら、ちょっと練りごまをね、溶いてあげて、まあきちんと練りごまをね、よく揉んだ後に出せばちゃんときちんと溶けるんで安心してください。じゃあこちらで、めっちゃ簡単でしょう、スープの方は完成です。なので、ね、こちらはちょっと冷蔵庫でちょっと冷やしときます。じゃあお次は肉味噌作っちゃいます。僕はね、もう今回電子レンジでやるんだけど、もうこういうね、保存も効くタッパーみたいなので一緒にやっちゃおうと思います。耐熱の、今回使い切れなかった分はそのまま冷蔵庫でね、保存できるのでおすすめです。で、今回ひき肉は約 400g ですね。はい、じゃあひき肉まず400入れます。では、ここに味付け、まずお醤油大さじ1杯、お醤油1杯、みりんです、みりんも大さじ1杯、お酒、調理酒ですね、お酒も大さじ1杯、はい、お酒で、酒、醤油、みりんが入ったら、こちらに生姜とニンニク、こちらチューブで大丈夫ですので、こちらを小さじ1杯ずつ入れます。よいしょ、まあ大さじスプーンの3分の1ぐらいですね。はい、生姜とニンニクのチューブ、こちらにオイスターソース、オイスターソースです、オイスターを大さじ1/2、これはね、ちょっと入れてほしいですね、これがやっぱコクなんでね。豆板醤で、まあ辛いのが苦手な方、ちょっと甘めな肉味噌がいいよって方は、この豆板醤じゃなくて普通のお味噌だけでも大丈夫です。ただやっぱピリ辛にするとね、スープの甘みと相まってちょうどいい、とても美味しい味になるので、個人的には豆板醤がおすすめで、このチューブの豆板醤そんなに辛くないんですよ。なんであればこちらでお願いします。じゃあ豆板醤は大さじ1杯入れます。よいしょ、はい、豆板醤で、ここにお味噌で、まあ僕は今回仙台味噌、こちらを使うんですけれども、まあ普通のお味噌で大丈夫です。だし入りとかのね、で赤とかでも大丈夫です。白味噌以外だったら大丈夫です。はい、お味噌を大さじ1杯、よいしょ、であとはお砂糖ですね、お砂糖を大さじ1杯入れます。このお砂糖のスプーンはね、小さじスプーンなんで3杯分入れますね。これでお砂糖が大さじ1杯分、
以上。これが終わったらちょっとこれよく混ぜます。まあ最初はねちょっと水分は少なめなんで混ざりにくいんですけども、あの電子レンジでチンして、一回ねチンした後また取り出してもう一回混ぜ合わせてから再加熱って感じするので、その時だとお肉からもね結構水分出るので混ざりやすくなります。まあ最初はとりあえずちょっと適当に。肉味噌がね、ほんとチンでできたと思えない美味しさ。めっちゃ美味しいんだよね。まずこれ保存しとけばご飯との相性抜群だし、まあチャーハンとかのね肉部分にこれを使って炒め直しても絶対美味しいので、じゃあこんな感じで軽く混ぜ合わさったら、ふわっとラップをして、はい、こちら電子レンジでまず600ワットで4分間加熱します。じゃあまず1回4分間チンしました。そしたらちょっとね、やっぱりあのムラとかはあるので、あと外側とかの方がね火は入りやすくなっているので、こちらはちょっとよく混ぜ合わして、で水分とかも出てきましたね、いい感じ。もう香りがすんごいうまいそう。で、一回こんな感じで混ぜ合わせたら、もう一度4分間加熱します。では、追加4分で、合計今8分やりました。オープン。熱い。OK。で、もうこれで、ほぼほぼね、完全にしっかりと火は通ってるんですけども、新品のスプーンでいきますね。で、よく混ぜ合わせてみて、あ、もうでもね、もう触った感じも硬くなってて、ボロボロってなってるので、火は、大丈夫ですね。ただまあ、もし不安な方は、ここでもうちょっと追加してくれてもいいですし、もう一度混ぜ合わせてね。で、あとまあ、お使いの電子レンジとか、耐熱容器によってちょっとね、ムラがあるとは思うので、まあ、最低まず8分やってから、その後ね、追加で加熱するかどうかは、各自、自己判断でお願いします。まあ、ちゃんとね、触った感じ、火が入ってたら大丈夫です。で、まあ、ここでちょっと味見してみて、まあ、今回と同じ味付けしてくれれば、同じになるので絶対美味しいと思うんですけれども、もうちょっと甘みが欲しいよって方はちょっとだけねお砂糖追加してくれてもいいです。で、今回僕はここに最後仕上げにブラックペッパーをちょびっと、で、お塩は入れなくて大丈夫です。味噌、豆板醤、醤油といろんなね塩分は整っておりますので、最後ちょっと混ぜ合わせて、ではこちらで今回使うようなね肉味噌完成です。で、まああと粗熱をちょっと取っときたいんですけれども、冷蔵庫でその後すぐ保存するよって場合はきちんとね熱を取ってから冷蔵庫で保存してあげてください。あのうどんにかけるときはまあちょっと冷めてる方がいいんですけども、別にちょっと温かくでも大丈夫なので、最後こちらのさぬきうどん、こちらチンします。で、今回は僕たちは2人ですけど3玉茹でます。茹でないの？3玉チンします。おうどんレンチン終わったんで、今ね氷水でしっかりと冷やして締めます。一回ね流水で粗熱軽く取ってから入れてます。はぁ、手が冷たい。はい、じゃあおうどんも準備ができたので、あとはじゃあ盛り付けていきます。はい、じゃあもうねあとはね簡単に盛り付けちゃいます。まあ本当はねすごい長いおうどんとかだったらさ、ちょっとあのパスタやるときみたいにちょっとこうクイッと丸めてちょっと高さとか出したいんだけど、それほど長くないので、ちょっと気持ちね、できるかなぐらいでやってみます。で、まあ、あとはもう盛り付け、正直食べるときは一緒なんで、もうお好きにやってくれていいんだけど、ちょっと綺麗にやりたかったら、これ上からかけるんじゃなくて、横に、映ってる？はい。この横からね、流し込む感じにしてあげれば、おうどんが崩れずにいくので、で、まあ、お玉2杯分ぐらいでいいかな。あんまり入れすぎちゃうと、うどん見えなくなっちゃうんで、こんなもんで入れたら、ね、ここでね、先にね、いりごまをちょっと持っちゃいます。シャ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 っと、はい、いりごまを入れたら、先ほど作った肉味噌、こちらをセンターに設置していきます。で、肉味噌はね気持ちちょっとたっぷりめぐらいの方がね美味しいです。で、正直もうこれだけで十分美味しいんですけれども、今回はここに卵、卵黄をのせちゃいます。で、この肉味噌の卵黄をちっと乗せて、あとは彩りで、まあ、ネギだったり、今回はこちらのかいわれ大根にしようと思います。かいわれをちょっとまあ横に添えてみたりして、はい、で最後ね、お好みなんですけども、こちらのラー油、個人的にこのごま油のラー油が美味しいです。で、こちらを、はい、あとはもうこの周りにね、てててててプチプチっと落としていくとね、ちょっとおしゃれになるんで、
はい、こんな感じで。ではこちらで濃厚冷やしごま担々うどん完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきま す, いただきます。めっちゃうまそう。見た目やば。ちょっとじゃあ先行っちゃってください。いいっすか。はい、どうぞ。いただきます。どう。ちょっと俺もいやこれね、マジでスープだけで最初食べても十分美味しいんだけど、この肉味噌を溶かすともう爆発する ね, ね。うんまっ。いただきます。うまっ。もうかき混ぜちゃっていい、うん、あ、うんま。すごいね、濃厚なんだけどめちゃくちゃあっさりしてるから全然黒くないの。あ、いいね、黄身が溶けたところちょっといっちゃいましょうかね。ではいただきます。これは本当にみんな食べてもらいたい。もう大げさじゃなく本当にお店よりうまい。チンでできたと思えない。でまたこのうどんとの相性が抜群。本当に美味しい。ごまのコクがいいよね。本当に。うんとそれ。風味がすごい。香りがめちゃくちゃいい。だからもう食べる前からめちゃくちゃいい香りしてるんですよ。ね、あの冷えてんのに。いや本当辛いのが好きな方はラー油たっぷりの方が絶対美味しいと思う。でね、そう。ぶっちゃけこの。牛乳のクリーミーさがあるから、うん、全く辛くないです。本当に食べ終わった後にちょっとピリッとするぐらいだから、うん、辛いのが好きな方はもっとラー油入れてもいいと思う。本当に豆板醤増やしてもいいし ね最初に。本当にね、肉味噌自体はね豆板醤入れてるけど、このラー油を足せなかったらお子さんでも全然美味しい。全然大丈夫。辛さとかもほとんどないから。もううどんがなくなった。入れたい俺。でもこれも飲んでいい？俺も飲もう。飲むとさらに美味しさがね際立つよね、うん、これうどんで食べてるけどさ、もうそうめんでもいいし、パスタもありだよ。冷製パスタとかもある、うん、本当にうまい。もう味付けが本当にめちゃくちゃうまいから、どの麺でも合うと、もう中華麺でもいいしね、うん、ということで本日はですね、チンするだけでとっても簡単に作れる、濃厚冷やしごま担々うどんを今回作っていただいたんですけども、はい、まあ、ほんとね、マジで食べたらね、すぐわかる。もう一口目からマジでお店以上だなと思うぐらい、ほんとにチンしてできたと思えないぐらいのクオリティなんで、レシピをね、真似していただけたらなと思うのと、何やっぱ家で作ると、例えば今回こうちゃんは、生クリームと牛乳でやったんだけど、その割合を変えるだけで、いくらでもその濃厚さの加減を変えられるっていうのもすごいおすすめだし、うん、あとはやっぱりこのクオリティをこの、ね、お値段で食べれるってまずないと思うんで、やっぱお家でいっぱい作り置きして、うん、もう次の日ね食べるんでもすごいいいと思うんで、たくさん作ってね、皆さん食べてもらえたらなと思います、はい、めちゃくちゃ美味しいです。本当にマジで美味しい。でまぁ、今回トッピングでさ、貝割れ大根とかだけど、もちろんネギとかでもいいだろうし、ネギね、うん、あとこの淡々の感じを強くするんだったら、砕いたピーナッツとか入れても、うん、香ばしさも追加されて美味しいと思うので。あと個人的にはもうめっちゃ好きなんですけど、黒ごま、 あの練りごまのところを黒ごまの、ね、感じにしてもめっちゃ美味しいと思います。でさっき言った通り、残ったお汁僕たちもの、うん、飲み干したぐらいめちゃくちゃ美味しいんですけど、僕は個人的にこれご飯とか入れてもすごい美味しいと思うんだよね。上に最後さチーズかけて冷やしリゾットみたいな感じで食べてもすごく美味しいと思うんで、残ったスープもね、美味しく
食べてもらえたらなと思います、はい、ということで本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しいし夏にはぴったりのレシピになってますので、はい、ぜひ皆さん作ってみてください。それじゃあ以上です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。